そう、本当に、あの、日本史直前2週間。別になんていうの、生きってるわけじゃないんですよ。なんか2週間しか勉強してなかったっていうのは正しいわけじゃなくて、それは受験戦略であって、受験って、あの、司法試験の時もそうなんですけど、僕、 いろんな試験受けてきてる中で、結局一貫してることって何かっていうと、試験本番の点数を最大化する、そして、えー、入試に合格するこの確率を最大化するっていうことが大事なわけですよ。そう考えたときに、えー、まあ、日本史にそんなに本気で勉強して、 仮に70点が100点に上がったとしても、その30点を、上げるための努力って結構必要なわけじゃないですか。その結構な必要、必要な努力を2次の、例えば理科とかに当てて、あるいは英語とかに当てて、ね、そこで上げた方が圧倒的に合格可能性っていうのは上がるわけですよ。他にも、例えば司法予備試験で言うと、僕司法予備試験、あの、ま、短期間で合格したんですけど、予備試験って1時2時3時 っていうふうに順番があって、1次がマーク式。で、2次が論文式試験。だから実際にまあ作文するわけですよ。で、3次が面接の講述試験ってやつなんですけど、1番の鬼門が2次試験の論文式試験なんですね。まあ担当式試験は難関ではあるけども、その1番の山って言ったら論文なわけですよ。ということで僕はですね、担当式試験だけに絞って、もう本当に担当のものをばっかやって、 っていう風にせずに、もう初めから論文に受かる。そのだから、イメージとしては担当に受かる確率を50%から80%に上げるために、論文式試験の合格率を50%から20%に下げるとしたら、えー、トータルの合格率っていうのは、ね、難しい話かもしれないけど、50%×50% 50の、えー、25%か 80%×20% の16%かのどっちを選ぶかっていう話で、そりゃ高いのは、 え、担当式試験の合格率を上げずに、論文式試験の合格率を上げていくことだよね。っていう風になるわけですよ。みたいな受験戦略で、あの、どこに、ま、その時間をね、与えられた時間は有限なので、皆さん、その、なるべくね、え、全部まんべんなくやらずに、ちゃんと、こう、戦略を見極めていくっていうことをやってもらえたらいいなという風に思います。ま、例えば、今自分がね、弱点としているところはここで、ここの部分に伸びしろがあるな。 って、いうふうにね、思ってるんだったらそこを重点的にやる。なんか、例えば、英文法の、なんか、こんなん出ないでしょっていう、さまつなね、英文法のやつをやらずに、だったらもうしっかりと読解力を上げて、 こんなほとんど出ないような英文法、あるいはほとんど出ないような日本史の、なんか、教科書の隅っこにある単語とか片っ端から押さえるぞ、みたいなことせずに、そんなところ、出たところで、まあ、差がつかないんで、だったらもう本質的に、例えば英語の読解力、ね、しっかりと文章を読めるようにするとかね、まあ、数学の、まあ、応用問題の、え脳を作っていくとか。まあ、そういったことをね、ぜひ、あの、なんて言うんだろうな。まあ、戦略として考えてもらえたらいいんじゃないかなと思います。これは僕が、あの、 数々の試験を受けてきて、えー、実際に実践してみて、本当にこれが良かったなって思うことですね。うん。司法予備試験に短期間で受かったのは、そのね、論文式試験が山だから、そこに合わせて行けばいいっていうことですよ。共通テストも、共通テストってぶっちゃけ二次試験、 とね、ね、の時考えたら、足切りさえこらええー、超えちゃえば、もう圧縮されるわけだから、もうほとんどなんか点数20点上げるために日本史死ぬほど勉強するってあまりにコスパ悪すぎるし、ちょっと時間の無駄だなっていう判断で、まあ、ね、本当に2週間前からね、まあそろそろやるかぐらいの感じでやってたっていうところで、